皆さんこんにちは、報徳学院学習ブログのトシです。英語が超苦手な人の高校受験音読英語の2回目、今回は I have a brother というタイトルでお送りします。今回も簡単な英語です。まあこのシリーズ難しい英語は出てこないんですけどね。また主人公伊藤浩司さんです。最初にこの英文を2回読むので聞いてください。I'm Ito Koji. I have a brother, Takeshi. He lives in Shizuoka. 2回目です。I'm Ito Koji. I have a brother, Takeshi. He lives in Shizuoka. こういう英文ですね。伊藤浩司さん、兄弟がいます、ね。その人の名前は Takeshi なんですね。で、この彼、Takeshi はね、静岡に住んでいます。こんな文です。この住むという live に s がついているのは主語が he なので、三人称単数の三単元の s というのがついているんですね。あまり深く考えないでください。ここではまあ he だから live じゃなくて lives になってる、くらい、この程度に覚えてください。では意味が分かったところで皆さん私と一緒にこの英文を3回読んでください。ではいきます。1回目です。はい。I'm Ito Koji. I have a brother, Takeshi. He lives in Shizuoka. 2回目です。はい。I'm Ito Koji. I have a brother, Takeshi. He lives in Shizuoka. 3回目です。はい。I'm Ito Koji. I have a brother, Takeshi. He lives in Shizuoka. よかったですね。では、この文章に対する質問がここに3つあります。皆さんは伊藤浩司さんになったつもりでこの質問に答えてください。まず質問どんなものか確認しておきます。1番は Do you have a brother? Do you have a brother?、こういう質問ですね。あなたは兄弟がいますか？兄弟いましたよね、テストだったら Yes I do これでいいんですけど、皆さんはここで英語になれるために Yes I do I have a brotherね、ここまで言ってください。 Yes, I do. I have a brother. 2番 What is his name?、ね、What is his name? What's his name? まあ短くしてもいいんですけどね、まあ、ここでは What is his name? 彼の名前は何ですか？テストだったらたけしって書いてピリオドを打てば丸になります。でもここでは英語になれるために His name is Takeshi こう言ってください、ね、His name is Takeshi。 3つ目です。Does he live in Shizuoka? Does he live in Shizuoka? 彼は静岡に住んでいますか？ってこういう質問ですよね。テストだったら Yes, he does. ピリオド、ね、これで終わりなんですけど、英語になれるために Yes, he does. He lives in Shizuoka. ここまで言ってください。この練習2回やるので皆さんは質問の答えの部分私と一緒に言ってみましょう。いきますね。Do you have a brother? 皆さんは Yes, I do. I have a brother. 2つ目です。What is his name? 皆さんは His name is Takeshi. 3番目です。Does he live in Shizuoka? 皆さんは Yes, he does. He lives in Shizuoka. 2回目いきますよ。Do you have a brother? Yes, I do. I have a brother.2つ目です。What is his name? 皆さんは His name is Takeshi。 3つ目です。Does he live in Shizuoka? 皆さんは Yes, he does. He lives in Shizuoka。 いかがだったでしょうか？言えましたか？では次ですね。前回と同じように音についてお話しします。今回はこの Brother この部分ですね。Brother を取り上げます。Brother の後ろのTHER この部分は THE と発音します、ね、このスペルが THE と発音すると覚えておくと家族の中で、ね、あと2人スペルを覚えることができます。簡単に覚えられます、ね。まあ、まず兄弟の BR をつけて BROTHER こうなりますよね。 BROTHER
これに MO をつけると Mother、 Mother、 お母さんですね。じゃあ FA をつけると FATHER で Father、 ね、Brother がかけると、あとザーの音が同じスペルなので MO をつけて Mother、 FA をつけて Father。 簡単に覚えられますよね。もう一回いきます。 THER は The、 BRO で Brother、 MO で Mother、 FA で Father。 もう一回いきますね。 THER The、 BRO で Brother、 MO で Mother、 FA Father、 ね、バラバラに別々のものとして覚えると大変なんですけれど、同じ音を持っていて同じスペルのもの、これを知っていると簡単にザーの前に M をつける、2文字だけつくとマザーと、 FA がつけるとファーザーと、こんな風に別々に覚えるんじゃなくてね、いっぺんに覚える、簡単に覚えることができるんですね。ですから皆さんはね、スペルの覚えるとき、ね、スペルを覚えないとね、テストで書けないので、スペルを覚えるとき、こういう音のグループ、これを意識して勉強するとスペル簡単に読めたり書けるようになっていきます。また書ける文字もどん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 増えていくんですね。こういう部分を気をつけて勉強するときっと勉強はかどると思います。今日も最後まで見ていただきどうもありがとうございました。ではまたお会いしましょう。さようなら。